皆様、スマートにコーヒー入れてますでしょうか羊コーヒーの森ですで。昨今のですね、このコーヒー業界 IoT の波が押し寄せてきています。で、その先頭を走るように、このディフレイドさんがですね、素晴らしいプロダクトを出してるんですよ。で、以前もですね、これ紹介したんですけれども、なんとこの度、大型アップデートがありました。で、まあ、これは紹介した方がいいなっていう機能が盛りだくさんでしたので、改めてですね、レビュー動画撮ってみたいと思います。 でさらになんと今回ディ・フルイドさんからこの番組専用のクーポンいただきましたで概要欄にそのクーポン貼っておきますので、まあ、これを見て、まあ、もしちょっと触ってみたいなとか、えー、時代の最先端のコーヒーの考え方とか取り入れてみたいなと思った方は是非そのクーポンを使ったお得にゲットしてみてくださいじゃあそんな感じで今日はスタートしますのでよろしくお願いしますしつけん はい。それでは始めていきましょう。まずはディフルイドの説明少ししていきたいんですけれども、まあ以前も少しそこは触れていますので簡単に説明していきたいと思います。ディフルイド、このですね、ここに R2 っていうのがあって、まあ、R1 もあるんですけれども、これ2代目の、えー、TDS 系です。コーヒーの屈折率を見ることによって濃度を求めることができるっていうマシーンで、この TDS 系とスケール、それから携帯のアプリを使って、コーヒーのですね、プアオーバーを記録することができます。 で今回ですねアップデートが入りましてさらにもっといろんなことが記録できるようになったんですよなのでそこもえ今日は見ていきたいかなと思いますじゃあ早速コーヒーを入れながらアプリ使っていきたいと思いますではここからは携帯でいきたいと思いますまずはですねリフルイドさんのアプリを開きますで今この段階だとどちらも電源ついてないのでまずは電源入れたいと思います はい、そうしますとはい、まあ、こんな感じでつながりますでこれ前からあったっけな今このコーヒー濃度とスケールがこ同期するとバッテリーをですねこんな感じで表示してくれるようになってるんですよこれ結構おしゃれな感じで、まあ、つながってるんだってもちゃんとわかるしバッテリー残量ちょっと TDS 系51%なんですけど、まあ、こんな感じで知らせてくれるとそしたら C タイプなんで、えー、USB 充電をするというような感じですねで次下いきます でこれドリップとエスプレッソと選べます。モードがちょっとこう切り替わるんですけど、今日はドリップでいきたいと思います。で、すごいのはここです。豆豆の記録ができるようになりました。で、今ですね、一つエチオピアってこう入ってるんですけれども、まあ、こんな感じで簡単に記録してあります。ちょっとバッテンマークをしてみましょうか。はい。新しい豆を入れることができます。例えば名称、なんですかね、羊ブレンド。 焙煎まあ、うちは5フラットなんですけど、まあ、一般的な、えー、シティとか入れておきましょう例えば番号も入れますしこうやって言葉も入れることができますねちゃんと処理方法、まあ、ブレンドなんですけどね一応ボッシュと入れておきましょうみたいな感じで入れていきますで重さこれもね結構面白くて買った豆をスケールで記入するとこの記入ってボタンを押すと中に直接入るんですけど、まあ、100g 買いましたとか例えばこう入れておきますで保存 まあ今日買ったとか、まあ、昨日買ったんだったら、例えば1とか入れておきます。原産地、まあ、ここはブレンドなんで、まあ、今回は入れないっていう感じなんですけど、国、地域、標高品種と結構詳しくですね、入れることができます。豆追加を押します。そうするとこんな感じで羊ブレンドが入りました。で、見てもらうと分かるんですけれども、今日はじゃあブレンド使います。14.2g 使いますとかっていうと、どんどんですね、この最初の 100g から数字引いてってくれるんですよ。 で、この1日って書いてあるところ。ここは、なんと、1日ずつカウントアップしてくれてます。なので、今日は、この豆が何日目なのかとか、が全て記録できます。で、右下のマイページの方に行くと、ここに豆のですね、記録がこう残るんですね。これすごくないですか豆渋滞してる人っていると思うんですよ。そういう人のための機能ですよね。で、さらに、ここの編集を押すと、 保存温度ととか入れるることもできるんできんすよ例えば冷蔵庫に保存してると5度とかじゃないですかで湿度がまあ30%分かんないですけどね、まあ、湿度計とか入れとけばこんな感じで、えー、保存ができるとでそうすると今、まあ、冷蔵庫に入ってる豆がこれぐらいあってとか、まあ、そういう管理もできてしまうとで下はですねおそらくもう一つガジェットがあってそのガジェットと組み合わせてさらにですね細かく豆の記録ができる。 みたいなものだと思います。ここはちょっと私には解放されてないんで、まあ、機会があればぜひここもレビューしたいかなと思います。じゃあですね、一回保存をして戻ります。でマイページに戻りまして、さらにですね、抽出記録、グラインダーと登録するところがあります。先にグラインダー。ここはですね、自分の持ってるグラインダーを登録することができます。今、ミルクこと K ウルトラだけしか登録されてないんですけれども、えー、まあ、こんな感じで、荒引きし引き、細引きとか、これもですね、細かく設定することもできます。 でさらに、えぇ、ー、抽出記録ですね。ちょっとこれ撮影用のアカウントなんであまり入ってないんですけれども、まあ、こんな感じで入れたデータがですね、呼び出せると。で、今日ちょっとこれを呼び出してみましょうか。はい。はい。今、ピピッとなりましたね。そうすると自動的にこっちに行くんですけど、プリセット値に前回入れた数字が入ってます。で、これで、えー、同じ手順で入れることができると。 でこの豆のですね今 100g って書いてあるじゃないですかこの機能もちょっと使ってみたいのでこのままコーヒーを入れてみたいと思いますじゃあコーヒーで始めますはいじゃあまずですね豆測っていきたいと思います、まあ、羊ブレンドって書いたんですけど今日ニカラグアのエルボスケ入れていきます羊ブレンドでもいいんですけどねじゃまずですねカフェレシピでいくので 14g 測っていきますね、まあ、14.5にしてみましょうで えー、記入と押すとこれで豆がですね豆のデータをですね記入することができますじゃあ引いていきます今日ミルクで引きますはい引きましたそしたらですねまずは、まあ、このアプリ落としきりだとすごくいい感じに結果返してくれるんでじゃあ容器ここをですねよいしょ容器をですねこれで測っておきます 全体の重さがはいで粉の重さこれまあぶどまりあったりするんで14.3ちょっと減りましたねはい14.3いたい粉入れるとねちょっとこのタイマーがスタートしちゃうんですよねこれ自動スタートになってるんで悪いんですけどで時間をですね まあ2分二分多分二分15秒ぐらいになるんだない,いつもこの感じで入れるとなんで15って入れておきますはいお湯の量200まあ230ぐらいでちょっと設定してみたいと思いますお湯の温度93度低め今ミルクで引いたんでこんな感じですね選べますミルクの中引きで今引いてますはいこれでいきましょう次ステップ 抽出過程を記録するとここに行きたいと思いますはい行きましょうウロコは水の流れを待ってますって哲学的なワードが書いてあるんですけれども多分これはまあ何かミスなんじゃないかなと思いますで右上ですねこの点が3つ並んだボタンを押すとはい自動と自動ストップが選べますじゃあこのまま自動タイマーで行きます ま、手動がいい人はですね、あの下のスタートボタンを押したりとか、でもスタートはできます。まず蒸らししていきましょう。で、この前景図っていうのを押すと、はい、こんな感じで今、今、リアルタイムでですね、グラフ化してくれると。どっちの方が見やすいですかね。今日はこっちでいきますか。 タイムも分かりやすす。す。いいいと思いままま、はい、30秒経ちました。いきますこんな感じで流速ですねオレンジ色の線がで緑色の上のラインがマックスまで行くと目的の水量になるとでそれをですねその周りを丸く回ってる点がですねタイムなのでそれが1周するまでに注いでくださいねというような感じですね。 で右下の時間っていうところにもですね、あと何分ありますっていうのが表示されてます。めちゃくちゃわかりやすいと思いますよ。1、2、3。さあ。時間通りぴったり入れることができるか。 いいペースですかはい230まで注ぎましたでまあ今日はまあ素直に落としきりでいきましょうかめちゃくちゃいいタイムじゃないですかこれもしかしてめっちゃいいタイムぴったり はい。で、ドリッパー外すと自動でストップします。完成、押します。はい、こんな感じで。では、次、測定に入ります。はい。では、まずですね、コーヒーの重さを求めていきます。まあ、TDS より先にですね、こっちを入れた方がいいかなと思います。で、いつもはですね、私、あの、上、切ったりするんで、 容器をですね、この容器だけ測って、ここで重さ測ったりするんですけど、今日まあ落としきったので、一応この状態で容器の重さにしてたので、ここでゼロアースして、はい、送料測ります。そうすると、ここの送料がですね、今スケールに記入されてるので、はい、コーヒーの量が引き算されて出ます。230くらい入ってるということですね。 結構レシオどうですかね16 1 6対16くらいになってるのかなはいちょっといつもより薄めですねで、えー、TDS 測っていきますレディーと出ましたちょっと混ぜてこの専用スプーンでのせますこれくらいのせれば大丈夫ですそして測定ここでもいいんですけど、えー、ここかここか 構成は構成ボタンを押しますねゼロ合わせですすねはい測定しますで今ですねこのモードもいろいろ切り替えることができてちょっと後で説明するんですけれども5回今測ってます5回測った平均値を出してくれるモードになっていますちょっと低めに出てしまいましたね はいじゃあもう一回ちょっと測ってみましょうこのサンプルステージと溶液の,この温度差って結構誤差が出るんですよなのでなるべく温度差が出ないようにちょっとのせてから時間を置いて測ったりした方がいいのかなと思います はい。というわけで測定終了しました。まあ、いつもよりちょっと TDS 低めですけど、まあ今日230くらい落としてるんで、まあこんなもんでしょう。で、なんとですね、今回ですね、0合わせ時の温度と今の温度っていうのを、ね、表示してくれるようになったんですね。この機能はですね、なかなかいいですね。この数字に信憑性持てるかちょっと確認できると。で、ここまで行くと、はい、こんな感じで、まあ、赤い点が打たれました。 ちょっとこの赤い点の説明を行く前に先に右上を押してみます。ここでですね、何回測定するか、測定のルールをですね、決めることができます。で、えっ、ー、と、上から平均測定モードオンオフ。で、今5回にしてます。自動測定オンにすると、サンプルに乗った瞬間に測定がスタートします。私はですね、ちょっとこうサンプルと、この地,地域が寒いっていう問題もあるんですけど、サンプルとサンプルステージが、えー、温度がですね、ちょっと馴染むまで置きたいので、自動測定をオフにしてます。 高級温度表示っていうのがさっき右下に出てたゼラオセージの構成の温度と今の温度っていうのを表示してくれるモードですね。はい、これ結構いい,い,いで赤い点、まあ、この今ですね規格が SCA っていうところがあるじゃないですか。でここでいろんな企画、えー、に切り替えることができるんですけど、まあ、一応 SCA 基準でいってプロっていう方を見ると実際レシオと TDS。 からで、えー、ですすねの関係を見ることができますで四角に入ってれば、えー、適正でですすよよっていうような値ですね、まあ、ちょっと薄めですけどまあ外角低めか内角低めかのギリギリストライクみたいなところに入ってるんじゃないでしょうか。でここでですね一点だけちょっと思うところがあって、まあ、今日何で落としきりにしてるかっていうと表の右上を見ると粉とお湯の比率っていうこの修書きがあるんですけれども。 えー、多分これ計算式ちょっと間違ってるんですけども、最後にですね、0.91っていう補正をかけてるんですよ。で、この0.91って何かっていうと、これですよね。こういうところに含まれてるお水とか、まあ、ちょっとこう出ちゃったものとか、これに補正をかけて抽出比率を出してます。まあ、つまり列車を出してるんですね。だから、今打たれてる点っていうのは最初に設定した点よりも0.9低い値になってるんですよ。 なので、まあ今日はあえて落とし切りにしたんですけど、私はもう落とし切りしないので、まあこの補正いるのかなっていうのは若干思ってます。で、これに関しては、えー、実際に今担当の方とやり取りをしているところで、まあ今後のアップデートで直っていくところかもしれません。はい、じゃあそうしましたら、えー、完成をしてみたいと思います。はい、完成。と、こんな感じで記録が残るわけですね。じゃあコーヒー飲みながら最後まとめしていきます。 はい。じゃあ、コーヒー飲んでみたいと思います。いただきます。うん。そうですね。いつもよりちょっと薄いですね。まあ、薄いっていうのは、その、シンプルに 14g で230落としてるじゃないですか。そういう意味で薄いですね。多分、あの、適正なんだと思います。最後にですね、えー、ちょっと記録回り見てみたいと思います。これで、えー、保存すると。はい。そうすると、マイページの方に、 はい今来ましたねマイページで、えー、さらにですねこの最初の画面に戻って豆を見てみると分かりますでしょうかこの羊ブレンド 85.8g ってなってます、えー、さっき使ったグラム数が引かれて今のグラム数を保存できるというような感じですこれ結構便利ですよね5種類とか豆買うと今どの豆が何グラムあるかって分かんなくなるじゃないですかでこれ出先とかで アプリちょっと立ち上げて、あ、今何持ってたっけなって見れるとかって結構良くないですかで、これが何種類あっても、まあ、リストにしてくれるので、この機能は便利だなって思いました。欲を言ってしまえば、まあ、器具とかそういうのも、まあ、自分のお気に入り器具のリストを作れたりとかっていう機能もあったりするといいなって思います。はい、今日はディフルイド使ってみました。いかがだったでしょうか スマートにですね、公表入れて、情報を蓄積する。まあ、その素晴らしさ分かっていただけたんじゃないかなと思います。で、TDS っていう値ですよね。まあ、これすごく難しいと思うんですよ。で、TDS アレルギーみたいになっちゃってる人とかもいて、まあ、TDS は味に影響しないなんて、まあ、言ったりとか、そんな議論もよく見られるんですけれども、まあ、TDS っていう値は、まあ、実際今日出た1.12っていう値って、まあ、そんなに意味のあるものじゃないんですよね。でまあ、例えると、まあ、車のスピードメーターに近くて、 今何キロ出てるかって、まあ、正直まあ制限速度どうかなぐらいでしか使わないじゃないですか。それってそんなにまあ意味のある数字じゃないですよね。でも、目的地までどれぐらいの時間に着くかなとか、まあ、そういう逆算に使えたりしますよね。で、観測される数字っていつも微分されてる形なんですよ。でそれを積分することによって情報を得たりするわけですね。TDS も全く一緒で、まあ、つまり日々の積み重ねが大事ということです。 で微分分分されたここのの TDS とという値をを積分することによってえ自分の問題を発見だから毎日レトロコーヒーがなんか今日おいしくないなと思ったりするでその日その日単日で見ちゃうと、まあ、その美味しさの変化とか、えー、問題点に気づかないんだけれども日々やってるとなんとなく傾向からあ今日は温度が悪かったかなとか流度が悪かったかなとか、まあ、そういうのが数字で残ってれば原因特定できるじゃないですか、まあ、これが重要っていうことですよね。 なので、ディフルイド。本当にですね、今原稿出てるもので、最も鮮明に記録残せるものだと思いますので、ぜひ導入して、日々のコーヒーを科学的にする道しるべにしてみてはいかがでしょうか。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。またね